私たちはたった一つの同じ時間を生きていると考えていた。生きている時間と時代は全て同じなのだと。同じ時間は二度繰り返さない。お互いが違う歴史を生きているなんて考えるはずがなかった。怒らえて蹴り上げた石ころ跳ね返ればダイヤモンドにもなる。すぐ手に入る夢なんて夢じゃないよ。でも必ず叶うと信じてるよ。くじけない君が好き。時あるならそばにずっとずっといるから。 You get funny 君らしく誇らしく向かってよ。夢中になった日々が夢のかけらさ。 You get funny そのかけらを集めて明日を目指す勇気。メグちゃんってさ、頼ってくる人に弱いんだね。母性タイプ？え？なんでそれ？ねえ、白鳥さん座ったら？え？めっそうもない。女性の方の座こそ最優先です。いいじゃない、座ろ。え？そんな気軽に男性に触れるものではありません。かわいい。やめてください。湊さん、3人仲良く座ろうよ。ダメ、ダメですよ。湊さん。なんか揺れてますね。二人が抵抗してるんだ。通信つなげない。よし、おい返事しろ。なんとか言えよ、こっち来ちゃ。なんと面妖な、空中に下品な男が。てめえ覚悟しろ。二人助けたらゲッタンゲッタンにしてやるぞ。めぐみちゃん、とにかくそっちへ行くから。なんだ敵敵、こっから先は敵の勢力か。ちょっと陣地かな。だからって二人を見捨てるなんて。よし、一丁やるか。一丁何をやるって。うるせえ。ねえ、考えてたんだけど、あの人なんか親しみのある顔してるよね。は？劇ガンダー好きだって言ってたし、そうそう、山田二郎さんになんか雰囲気似てるんだな。お前、私もそう思ってました。殺されたふりして敵に身を投じ、ライバルとして再登場。あいつが好きそうなパターンだ。てめえら見えねえ。銃弾は胸の1ドル銀貨が受け止めたとかね。聖書やライターというパターンもあるぞ。お前らガイはあんなことしないよ。確かに劇団が好きでカッコつけてたやつだったけど、無抵抗の人巻き込むなんてこと。私たち人間と戦ってたんだ。今までは生体が通れなかったチューリップを通れるようになったということでしょうね。トカゲ返事で人ですか。信号確認。効果の地、ネルガル地下ドックへ着艇。いつの間に。着艇します。ガイなわけねえだろ。ほう、これが芍薬ですか。敵は我々の意図に感づいたようだ。明らかに狙いを装填位エンジンやボソンジャンプの研究施設に絞っている。そうですな、人間でしたらそう考えますな。拗ねるのはやめなさい。今の急務は芍薬を飛ばすこと。第3回火星奪還。
ネルガルと軍の連携によってここまで盛り返した以上、会長としてはそろそろ当初の目的に戻りたいそうよ。それにボソンジャンプ実験には大量の CC が必要だし、それには火星の極寒にある。会社会社会社、ま、私も大きなことは言えませんが、火星奪還は人類の希望よ。それが証拠に、あのスチャラカなクルーだって火星のためにここまで頑張ってこれたんじゃない。だが真実を知って、それでも彼らはついてきますかね。選抜クルーで芍薬を極秘に飛ばす。なでしこは陽動として敵を引きつける。作戦は12時間後だ。ちょっとウォンさん、なんとかしとくれよ。あんたに合わせろってうるさくて。ねえ、今度はどんな悪巧みしてんのよ。あたしにも聞かせてもらいたいもんだわね。テトル、そういいわ、聞かせて差し上げましょう、悪巧み。よし、ピット固定、胸パネル下ろせ。要するにでかいだけで基本は一緒だ。ただしでかい分時間かかるけど、くじけんなよ。まあ、よく見りゃ大したことねえや。パターン読めたらいけるかな。犬のそっと、ワンパターン。どういうこと、みんな知ってたの。ネルガルの軍も戦ってる相手が人間だって。なんで私の知らないことをあんたが。まずいですよ提督、実質に女性士官を引っ張り込むなんて。パイロットには用はないわよ。おやおや、見苦しい。見苦しい。この人は。あんた。まあそういうこと。あちゃー。どうもおじさんには胸部のプロテクトは困りものですな。プライベート機能なら回避できますけど。おお、さすが胸部の女の子。館内に秘密があってはいけませんしな。悪人ですね。おお、すごいですな。何やってるの、ルリちゃん。おしまい。結論から言うわ。木星トカゲは100年前に追放された。された？地球人よ。デカンナットグッドダメだ、柔らかすぎる。伸びたり縮んだり、まるで餅じゃい。餅？そうだ、餅だ。なんだってジョー。さっき純平君と七子さんが食べていた餅を思い出せ。餅は熱いうちは柔らかい、だが冷めるとガチガチだ。わかったぜジョー、冷やして固めれば。あんなメカ怪獣は石ころじゃ。よーし、わしに任せ。ガクガン、ビッグガクガー。いかがですか、何かご不満があればお申し付けください。いえ、でも私たち捕虜なんでしょ。捕虜である前に女性です。女性は慈しむべきものなり。野蛮な地球の愚民はいざ知らず、我ら木蓮のワコードは女性に対して取るべき立場身につけております。どすこーい。どすこーい。母ちゃん見てくれ。私の近くだ。ええ、晴天ですから。ねえ、なんで艦長が自分で出撃なんてしたの。ロボット乗ってさ。え、あ、鉄人のことですか。我々木蓮では戦艦の艦長とはあらゆる技能に優れた正義の戦士が選ばれます。お前エースパイロットを兼ねるわけでして。あ、それは忠実なるペットです。え、さあこちらへ。このように彼らは艦内の電算機能も兼ねています。何しろ人手不足でして。チューリップ通り抜けられる人は少ないんだ。ええ、我ら友人部隊は生体跳躍実験の結果生み出された最高傑作です。めぐみちゃん、大丈夫？
あ、これは失礼しました。直ちに衛生兵を。あ、いえ、やっぱりこの人たち木星トカゲなんですね。どうしてあなたたちみたいな人があんなひどい。ひどいのはお前たちだ。え、ケンイチロ、無事だったのか。いやあ、慌てたぜ。2週間前の月に飛ばされた時にはよ。あなたたちが火星に最初にチューリップを落としたんでしょ。チューリップ？次元跳躍門のことさ。だったらそう言え。変な言葉使うな、ベラボメ。変なのはあんただ、あんた。2年前、我々が火星に侵攻したのはあなた方が木星を狙ったからです。私たちが？私たちの歴史の教科書から削除している事件が100年前起こった。月の自治区で起きた独立運動に手を焼いた地球連合は、独立運動派に内部工作をし、独立派と共和派に分裂させ、血で血を洗う粛清騒ぎを起こした。月の内戦に地球連合は無関係よ。そう教えられただけじゃないですか。実際には連合は内戦に干渉、最後まで連合との共存を拒否した独立派を半ば追放。かくして彼らは火星、小惑星帯、木星へと消えていき、ジ・エンド。地球連合は彼らの存在そのものを抹殺した。全ての記録からね。どうして記録から消さなきゃなんないの。連合の裏工作を知られたくなかったんだろう。でも多分それだけじゃない。我々から月を奪っておいて内戦を鎮圧しただけと言い逃れた地球人。我々はすでに開発の始まっていた火星を目指した。しかし地球連合は核を打ち込みやがった。我々は火星からも追い出された。全ては口封じ、地球の平穏のため。我々に残されたのは木星とその衛星群でした。そこで我々はあれを発見した。あれ？プラント？差し詰め装填エンジンの工場。装填エンジン、バッタやジョロなどの無人兵器、チューリップ。誰かが残したこれらのプラントを発見した連中は独自の国家を作り上げた。だからこうして攻めてきてる。復讐のためにね。こんなこと誰にも言えないわ。言う必要もない。あります。盗み聞きしてたの？それでも艦長？艦長です。だから知る権利があります。私たちが誰と何のために戦っているのか。知らなくても結果は同じよ。戦争なんだから。直接戦う人に、死ぬかもしれない人に何も知るななんて言えません。無限砲掘削準備。質量弾製造を開始します。無限砲展開せよ。大魔神の用意完了。頼むぜ源一郎。よし、内側から歪曲場を破壊する。待ってください。あそこにはナデシコが。残機に耐えんが。申し訳ありません。失礼します。どうぞ。こんなの捨てていいのに。いえ、そんな。幻の回の画像複製は終わったか。はい、それはすごく綺麗な状態で。な、何？つくも、それは幻の13話のことか。それだけじゃない、第9話も第33話も。ぬわに、マジかよ。行かずで、上へよ。いかに敵が強大とても。友人部隊は最後の切り札、鉄の拳が叩いていくだけ。大魔神ゴー。地球の自然を、緑の地球を俺たちが守る。敵がスタート。コロニー周辺のフィールド出力ダウン。敵か、
直ちにフィールド全体を。芍薬は？無理ですな。まだ最終パーツの接合作業中です。芍薬が。心が虚しいぜ。地球人にも俺たちと同じ愛があれば。なんの。やった。対艦ミサイルの補充はできねえ。大事に使えよ。分かってます。パターンさえ分かれば怖くない。よし、急げよ。4番艦に着くものが1番艦に着かねえわけねえんだ。よし。とは言っても本当にいいのか。芍薬とは伝送系がまるで違う。下手すりゃ爆発。大丈夫大丈夫、信じてますから。まあなんとかやってみな。3分もで。Y ユニットつけるなんて無理なんじゃない。芍薬とは伝送系がまるで違うのよ。とは言ってもあっちは潰れちゃったし。もったいないじゃないですか。もご飯は一粒も残さずにって言うし。あ、ルリちゃん、工場の人たちも収容してあげてくださいね。はい。くそ、カタパルトが使えりゃ出撃できるのに。でもアキト君、人間と戦ってるんだよね。正義は負けんぞ。いちいちうるさいんだよ。待って、話を聞いてちょうだい。汚いぞ木星人。違うの、アキトさん、攻撃をやめて。この人の名誉のために言っておきます。私たちは人質じゃない。みんな騙されてたんですよ、この人たちは。人間なんだろ、月を追放された。そこをどいてください。私たちの目的はあくまで装填色式戦艦。うるさい、なでしこは俺が守る。そんな昔の戦争引きずって。君は分かってない、これはもう僕たちの戦争なんだよ。そこから降りろ、アキト。あれ、なでしこ。敵ロボットフィールド内に捕獲。2対1なんて卑怯だもん。これでオッケーじゃないわよ。敵はボソンジャンプできるのよ。しません。なんでそんなこと言えるの。あのロボットにはメグちゃんとミナトさんが乗ってます。そうね、普通の人間はボソンジャンプに耐えられない。ジャンプするわよ、2人を犠牲にして。敵なのよ。私、こういうやり方しかできないんです。生体跳躍しろ、ツクモ。それはできん。そうか、卑怯な。男と男の戦いを何だと思って。私女だもん。どうした。これが火星の人たちの分だ。やめて、アクトさん、もうやめて。まだだ。待て。もはや大魔人に戦闘能力はない。二人を下ろす。だから私と一対一で勝負だ。やめて、やめてください。なんでそんなことする必要があるんです。アクトさん、地球を守るためなんだよ。地球を守る人の方が、戦う人の方が偉いんですか。やっぱりおかしいよ。こんなのちっともアキトさんらしくないです。戦争しなくてもいいじゃないですか。家で二人で劇ガンガン見ててもいいじゃないですか。その方がアキトさんらしい。アキトさんらしい、アキトさんらしいです。そうだね、確かに俺らしいかもね。でも俺はそうなりたかったわけじゃない。俺は劇ガンガを見ている大人じゃなく、劇ガンガになれると思ってた。月軌道上より連合軍降下。様子を見てたって感じですな。たまたまうまくいっただけよ、艦長。ったく、あんた何を信じてるわけ。行けよ。ありがとう。名前を教えてくれないか。私は名前知ってる相手と殺し合いしたくない。そうか、じゃあ。ああするしかなかった。もういいです。前に艦長と私を助けてくれた時、あれって
私の方が大切だったんじゃなくて艦長が。でもそんな風に考えちゃう自分が許せなくて、わざとじゃあユリカって。考えすぎだよ。アキトさんがそういう人じゃなかったら好きになってなかった。でもごめんなさい。めぐみちゃん、やめとけやめとけ、すっぱり諦め。何言ってんだよお前ら。あれあれ、避難民の受け入れ許可出ました。指定のコロニーへ向かいます。バカバカ。ずっと探してたこんなエモーション、ピュアな気持ち眠っていたのね。夢を追いかけたら笑顔と涙の数だんだん増えてゆくこと知っているけど、時にはもっと私らしく風を感じたい。誰でもない私の未来を見つけたくて。どうも、ムネタケちゃんです。私ってばもう頭テンパっちゃってです。今現在なんだって軍の上層部がなでしこのクルーに木星トカゲの正体を知られた原因が私なんて言うんですもの。私はこう見えても仕事一途な人なんだから結構ショック。こういう時には新メカの登場しかないわ。え、4橋のエステバでディオラマ作り。そんな暇ないわよ。もう次回、機動戦艦なでしこ、それは遅すぎた再会をみんなで見よう。君は生き延びることができるかな。心配だわマジで。